はい、というわけで始まりましたガンバライジングですね。今日はね、この面また前回予告通りですよ。で、まあ、今日はちょっとドライブのタイプスペシャルとね、アクセルトライアルを使おうかと思って、っていう理由がね、まあ、ビルドは前言ったようにゴールドと、あ、今日は音が大きいけ聞こえたやろうね。今日はね、厳選によって音量がねちょっと違うんでね、まあ、とにかく今日は、まあ、前の予告通りゴールドとシルバーのボトルを使うっていうのと、いいね、やっぱドライブタイプスペシャルね、うん、で、まあ相方はキャシー、これねこのゴールドドラゴンとシルバー、あ、違う違う、ゴールドラビットとシルバードラゴン、どうなるんかっていう。よし、じゃあ2つをこれでゴールド、あれ、ちょっと待てよ、あれシルバー、あれ、ちょっと待てよ、シルバーと、あれ、これもしかしてあれか、2つスキャンできない系、もしかして1個しかできん系、あ、そういうことか。じゃあまあ今回はちょっと嫁じゃない、あのクオットの力を借りてゴールドラビットで、うん、クイーンオブザスターティックオペラに郵送しますんで、じゃあもう今日これがもう最初で最後やね。じゃあゴールドラビット使うのは、あ、まああれやったらコピー機で QR コードコピーして持ち歩いとってもいいんやけど、どうしようかな、まあ、今日のチームはですね、まあこのラビットタンク、まあ、足専用、ちょっとサムネ用のカットを今撮ったけど、足専用なんで、で、まあ、キャシー、まあ、声がちっちゃいね。そうそう、だからキャシーの、後輩ってことで、ドライブ、タイプスペシャルやったんやけど、なんというか、蹴りが2つしかないんで、ドライブは。ちょっとまあ足に止められたら勝ちなのは勝ちなんだけどっていうね。で、テクニカルゲージを上げる方法が一切ないんだけど、テクニカルスピードを上げまくるチームなんで、まあテクゲー、まあ、捨ててもいいか、もうひたすら AP 上げるっていうねチームでやります。キャシーがね、昨日だったかな、木曜日に DM いきなりくれてね、君はもう、あ、来た、ちょっと待って、これ、やばい感じじゃない？ちょっと嫌な予感しかしないですよ。とりあえずなんかいける気がするをちょっとやっとこう。キャシーがね、DM くれて、君は大事な友達なんやと。なんか応援のメッセージくれたんで、いや、翔征も君のことをすごく大事にしてるぜ。送ってお互いにハートマークを送りまくるっていうね。本当キャシー、まああれなんですよ、実はゼイとかゼアーっていう、ゼアーだったかな、呼び方をしてくれって言ってたのにシスターって言ってて、本当申し訳ないなと思ったんやけど、翔征にとってはもう兄弟シブリングですからね。ああ、バラバラじゃないですか、ちょっと、うん、まあキャシー、
これ無理やろ。これトリプルやったら勝てとったな、蹴りのトリプルやったらな、おそらく。まああれだよ、とにかくキャシーがね、明日土曜日、4日の土曜日の日に、まあキャシーと姉ちゃんとね、キャシーと小生のお姉ちゃんニッキーとね、マリオパーティーするっていう、まあ、それをツイッチでね配信するっていうことなんだけども、本当ちょっと感謝の気持ちを伝えたいですね、キャシーにはね。本当にこんなしょうもないね、こうガンバライジングの動画でね、こう肉声で実況動画上げるのはもう小生しかいないのに、いつまでたってもチャンネル登録者数も90だしっていう、まあ本当底辺中の底辺なんやけど、こう構ってくれるんすよ。どうだ、早いだろ、ん、ほれ、あくそ。でも次もうこれパーフェクトやからな、次のテクニカルバトルはもう目にも止まらぬ速さやぞ。あ、もうバーストできるの？もうバーストできるの？ちょっと卑怯だよそれは。あ、しかもブレーカーやしいや、このカード持ってるんやけどね、一回も使ったことないんよね。どうしてもビルドばっかりってなっちゃうのね。そうさっきのテクニカルバトルの時のさ、やつさ、あれ、バルキリーじゃない、あれ、何やったっけ、あれ、あれ、黒い猫の、ハンティングジャッカレイダーか、ハントレスジャッカレイダーやったっけ、あれの時、あれと、このオーマジオは違うみたいやね、どうも。うん、専用のモーションみたいなね、ビルドの走り方がちょっとあれですけど。てかさ、このなかなかいい演出じゃないですか。このカードさ、劇中で戦ったことあんまりないんだよ。出たドクターマンハッタン。いいねー。いやもうそことどめさしてよ、もう869やんけ。いや896やん、もういい、もうとどめでいいよ。もうどうせブレーカー次の AP 負けるんやけど、せもう終わりやんこれ。いやでも諦めちゃいけんよ、諦めたらキックのトリプルでなんとか、そこ激烈かよ、どうせなら激烈ダブル来てくれよ、勝てるわけねえやんこれ。ダメ。いやもうね、ダメだ、諦めたらダメなんや、やっぱりね。まあ小生だってそのいろいろ、まあこの現実世界でよ、このガンバライジングで、まあなんていうの、ガンバライジングで諦めるってこともないんだけど、そのなんていうの、現実世界とかでもね、諦めたらダメなんや、やっぱりね。でまあ、ガンバライジングこれ負け確やんって言っても諦めないっていうのは、こう楽しむ心を諦めないっていうことね。最後まで、楽しくいこうぜっていう話で、まあ今最近のゲーマーっていうのはそれが欠けてるんやないかなっていうのは思うけどね。またこのビルドかわいいやん。あれだよ、勝つことだけが目的じゃないから、ゲームってそもそも楽しむっていうことを大前提なのに、なんかこうね、俗に言う、ガチ勢って自称するやつらは、楽しむっていうことを忘れ去ってるんだね。うん、勝っても負けてもやっぱ楽しくないとっていうね。でなんでかっていうとね、多分そういう人たちってこう精神疾患をちょっと患っててですね、別にこれ悪い言い方じゃないよ、ちゃんと科学的な根拠があって言うんだけど、勝つっていうことに脅迫的に、脅迫観念があるんですね、勝つっていうことにね。だから負けたらもう自分は死ぬんだっていう風なね、不安をちょっと覚えてるんで、勝つことしかちょっと頭にないっていうことなんでね。次のメッセージが、相手煽りメッセージ来るんでしょう、やっぱり。どうしようかな。見てみて、よく見たら足に切り込み入っちゃってるよ、これ。
まあ無難にこれでいっとくか。相手は紳士やったね。言葉煽り文句なしですね。はいはい。まあ、ちょっと変な言い方になったけど、とにかくゲームっていうのは楽しむっていうのが目的だからね。勝っても負けてもやっぱ楽しくないとっていうね。まあ、小生はやっぱりガンバレイジング楽しんでるんで、こうやって動画アップしてるんだけど、楽しくないとやっぱアップしないからね。うん。はいはい。というわけで、まあ、最後またいつも通りの番宣になりますけども、小生のお姉ちゃん、ニッキーネバーも配信が、9月4日の9時ぐらいからね、ありますんでよろしくお願いします。で、あと、クオッとね、小生の大好きな人の音楽もよろしくお願いします。では、ありがとうございました。